フルーツ盛り10個と、はい、ソフトドリンク10杯お願いします。からの、ええ、いや、あの以上なんですけど、シャンパンコールがあるんですよ。うんうん、でもそれが5000万じゃないと見せられないんですよ。あ、残念ですね。見したいんです、私は。やりたいやりたい、お願いします、お願いします、お願いします。やらさせてください。今財布どんぐらいありますか？お願いしてくれたら考えます。お願いいたします。どうか。ニブさん、リコさん、ナズピさん、こちらですね。はい、お願いします。では、ご指名いただきましてありがとうございます。百鬼夜行を沈め、平安を導く男、御名寺の阿部の霊明です。本日はよろしくお願いいたします。これは、リコさん、ニブさん、ナズピさんの答えをするわ。それでは、お隣失礼してもよろしいでしょうか？はい、どうぞ。ありがとうございます。では、こちらお座りください。はい、座ります。サブロー、いいね。それでは、隣失礼させていただきます。よっこい御名字と。甘くちゃ難しい。ありがとうございます。ストレス感じた。ストレス、私にですか？あ、違います。アナヤ、アナヤ。姫は何とお呼びすればよろしいでしょうか？葉山で。葉山、葉山、葉山姫ですね。本日はご指名いただきましてありがとうございます。はい、いや、嬉しい限りです。どうしてご指名いただけたのでしょうか？おすすめされて。葉山姫、ご案内してもらいます。はい、いや、見る目ありですよ。ええ、お湯はあなたを楽しませていただきますよ。本当ですか？ええ、15分間ですよね。そうですね。全然、静かに座っていただくだけで大丈夫ですよ。なんでそんなこと言うんですか。せっかく来ていただいたらな、私も楽しませますよ。今受付対応してて、これまずはこちら。店内には入れても大丈夫。こちら私の名刺ですね。ゆちゃちゃんがカルビさんとシーピューさんのダブルスペシャルされてますね。ありがとうございます。これだ、アーシャ撮った時にね、フォトショーでだいぶいじりましたね。言っちゃうんだ。はい、いやいや、でもほら、実際に見てもフォトショーでいじってもその遜色ない顔でしょ。そのタイミングで、その方々、うん、アナヤ、アナヤ、アナヤ、泣き心あったんですね。ああ、そうですね。よければ見てみますか？何だろう。え、泣き心。あ、もう見ました。はい、ありがとうございます。アナヤ、アナヤ、よければ何か食べ物とか飲み物注文されていきますか？それさっきのさ、皇帝ミコダエビスの柵ってもう通ってる。うん、まあ予算にもよりけりなんですけど、もしお財布大丈夫でしたら、ボトル、オールインボトルかポリスボトル入れていただけますと、私から一つ贈り物を送らせていただくのと、コールをね、させていただきます。シャンパンコールですね。そうなんですか。はい、いくらなんですか？これが、オールインボトルか、ポリスボトルなので5000万になりますね。ラストオーダーが2時半までね。フルーツ盛り10個と、はい、ソフトドリンク10杯お願いします。からの、ええ、それも甘くさせないよ。聞こえませんでした。あ、からの、いや、以上なんですけど。承知いたしました。すいません、黒服の方。はい、フルーツ盛り10個と、あと、ごめんなさい、どっちのボトルでしたっけ？ソフトドリンク10杯です。はい、お願いいたします。ビップ黒はもう終わりましたか？あ、そうそう、今お願いいたします。はい、お願いいたします。今日は何人お相手されたんですか？いやいやいや、まあそうですね、出るので、まあでもそれよりも今日は葉山どもとおしゃべりできて嬉しい限りですよ。え、え、質問には答えてくれないんですか？やっぱり姫にね、他の姫の話したら寂しがるじゃないですか。ビップじゃないの？本当にビップじゃないの？この客ビップじゃないですね、一般ですね。
しょうがな、まあ、急にキャラ付けしてきましたね。入ります。はい、ありがとうございます。 A さん先チーパートさんです。はい、じゃあ姫こちらお渡しいたしますね。どうぞ。どうぞ。どうぞ。アイテルクロスございますか？はいはい。どうぞ。ひらりさん、開けてきますか？どうぞ。いいよ。OK です。じゃあ、M 大丈夫になりました。どうぞ。OK です。じゃあ、ゆーちゃん。じゃあ次、ドリンクを渡しますね。3名様を。こちらが。6択にお願いします。了解です。ウーロンティーです。どうぞ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 。よければ私も飲んでもよろしいでしょうか？何を？あ、ウーロン茶。あ、いいですよ。ありがとうございます。ではいただきます。乾杯。乾杯。それでは残りの分を渡しますね。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。どうぞ。ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。よければ私式紙を刺激しているのですが、お見せしてもよろしいでしょうか？見たいです。ええ、式紙はご存知ですか？いえ。まあ簡単に言えば陰陽師が刺激するペットのようなものですね。ですか。いいですね。それでは行きます。神坂に立つ改めよ、我が目の前に下ろしたまえ。レーネゴンゲスザク。了解。こちらが私の式神スザクです。ジョバーナってどうしたかわかる？ん、スザクですよ。チャボ。チャボ。あ、可愛い名称をつけてくださったんですね。ありがとうございます。確かにチャボチャボしてて可愛いですよね。こちらのスザクがですね、まだ赤ちゃんのスザクでして、こちらが成長すると、そう、もっと大きなスザクになるんですよ。戻りなさい。可愛い。ありがとうございます。実はですね、スザクはこう不死鳥でして、何度でも蘇ることができるんですよ。そうなんですね。まあそんなスザクのね、こう体をこう使った贈り物があるんですけど、よければ受け取っていただけないでしょうか？はい、どこに行けばいいですか？今この後、もちろんです。ではお渡しいたしますね。第3がご案内します。はい、こちらがスザクです。オールやマクタ CPU とともにひどいこと？何いる？こういうのは一体、ジョバにボトルだけ入れてって言ってやるから、もしかしたらボトル入るかも。あー、いやいや、スザクは不死鳥なんでね。まあ今チキン状態ですけど。はい。まあ何度でも蘇るので大丈夫ですよ。あ、頭が残ってればいいんですか？あー、いやもう頭というか肺から蘇るのでね。羽から？あ、肺から蘇ります。あ、大丈夫です。50羽ぐらいいるんで。1羽じゃないんですか？いや、その1羽がもう一回こう燃えると灰になるんですよ。で、その灰の状態から復活して、うん、で、また失礼。大丈夫ですか？ええ、食べ過ぎちゃった今日。あ、ほら、ごめんなさい、力を使いすぎしましたね。あ、そう、なるほど。そうなんですよ。こちら焚き火とかで焼くとね、美味しく食べられるので、ぜひ。そうなんです、ね、食べてみてください。ありがとうございます。贈り物は返さない方がいいですよ。あ、失礼いたしました。ありがとう。あ、そうなんですね。すみません、失礼しました。ノランチのマナーがわからなくて。ああ、それはそれは。この町に来たのは最近ですか？1年前です。あ、じゃあ結構前ですね。あるよ。全然あんまりお話ししたことないですもんね。ああ、そうですね。たまにこうお会いしたりとかしたりしますから、ね。ジョバニか。あ、お姉さんですか？ダブル姫ってこと？あ、妹です。甘くてね、お金落としたらダブル姫。葉山殿がお姉さんですね。あ、そうですそうです。そうなんですね。確かに二人ともよくお見かけしますからね。ヘルビップ開いてる？これ、元に気持ちで自分確認します。そうですよ、落ち着いた音量で言えば私ですからね。確認します。
なんか、うん、今空いてるどうやってなんかお祓いしてくれるって。ああ、そうですね、そうですね。白のあれ以前アイリス入られていたの。白も黒も空いてますね、今なら。ルティは白市民ですね。今のうちに移っても可能ではあります。ね、あまりここでそのような話をするわけではありませんね。失礼いたしました。よければボトル飲みます、ね、あ、結構です。はい、4分前となりました。承知いたしました。ちなみに個人的にあの普通にコール見したいんですけど、どうしましょう。え、なんて、あのシャンパンコールがあるんですよ。うんうん。でもそれが5000万じゃないと見せられないんですよ。あ、残念ですね。見したいんです、私は。今日限りです。ちなみに、そうなんです、お願いします。今日何回やったんですか、コールは。コールは、これいるよ。まあいいじゃないですか、それは。今日ホスト、あなたに見せたいんですよ。お願い教えて。でも真面目に5回以上やりました。なんなんだよ。私が真面目に話したらね。やりたいやりたい、お願いします、お願いします、お願いします。やらさせてください。今財布どんぐらいありますか。お願いします。急にちょっと今日。ロートビーフ10個。お願いします。そんなお願いしますだなんて。今今日限りなんですよ。このホスト。ロバの宅ついてください。違います。今日限りです、このホスト。今ね、ぜひ、もう二度とやらないんですか、黎明さんは。二度と。いや、そうですね。今宵のこの機会は二度とないかもしれません。うまいこと言いますね。ありがとうございます。うまいこと言いました。どうでしょう。ところをご案内できる？ナタルと一緒だよ。まあ、と、二人で姫ってこと？チップに変えてないんですよね。いや、でもあの言っていただければ後で大丈夫ですよ。なくて言って。そうなんだ。ただまあ、もしそのお財布がね、なんか全然その足りなかったら、まあ無理にとは言いませんし。あ、そうなんですか。今手持ちどれくらいですか？あんまりないかも。ああ。あんまりないかも。え？やっぱ白市民だし、あんまりないかも。あ、なんや。でもあれメカニックやってましたよね。メカニックですよ。ねえ。え？メカニック結構儲かりますよね。まあ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 、おかげさまでね。うん。いや、それは喜ばしいことですよ。ね、私も何回かも使わせていただいておりますし。確かに来てくださいますね。いや、本当ですよ。たまーにね、たまーに来てくれますね。よく行きますよ、私。本当ですか？え、これさ、お願いしてもらおうかな。え、いいんですか？お願いしてくれたら考えます。お願いいたします。どうか。あ、わかりました、わかりました。え、いいですか？注文は受けます。はい、じゃあどちらのボトルにいたしますか？ポリスボトル2本追加。ポリスボトルでありがとうございます。白井さん行ってよかった。すいません、黒服の方。あ、いつでも。はい、どうされました？5000万チップお願いします。ただ6万チップで。ちょっと待ってね、ナノがね、はい、今ね、ナノが受付するから。ありがとうございます。あ、オッケーオッケー。すいません、無理を言ってしまい。そうだね。オッケー、ごめんね。今度から SK にたくさん。ポリスボトル1本お願いします。いいともですよ。そうですか。もちろんです。仕方ないな。はあ、ありがとうございます。900万、ペティさんまでよろしいですか？はい、はい、ではお先に請求失礼します。5000万。はい、はい、あ、ちょっと遠いかも。クロク、はい、5000万チップ。あ、テンスリー。はい、会計できる方、5番テーブルの方に、本当に失礼な黒札。後で教育しておきますね。お願いします。すいません、昔から空気読めないんですよ、こいつ。申し訳ございません。土下座太郎さん。誰が土下座太郎って。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。そしたらじゃあまずはこちらのガチャ引いていただいてもよろしいでしょうか？はい。これガチャ引いて使っちゃうと消えちゃうんで、カーソル合わせるだけで大丈夫です。お待たせしました。2024年上半期買って一番良かったもの。ドラム式洗濯機。ああ、いいですよね。ですね。もう私これないともう生活できないですね。
ちゃんと掃除してますか？ああもうちゃんとしてますよ。あれしないとねすぐ埃たまりますからね。毎日？まあ一応2回に1回ぐらい。素晴らしいですね。ありがとうございます。使われてるんですか？はい、この最後のパチ用の地名でラストとなります。あとボトルねご購入いただいたのでこちらプレゼントさせていただきますよ。まあ何ですかこれは。これがですね、我が一家に代々伝わる陰陽師の家系の、調合で特別な調合をいたしました魔除けの効果のある香水ですね。あ、素晴らしいですね。はい、こちら使っちゃうと消えちゃうんで持っていい置くだけでもあの魔除けの効果あるのでぜひ大切にしてください。エビさんは40分に去りますか？あ、そうですね、去ると思いますよ。あ、ありがとうございます。何かこうストーカーとかいるんですか？ちょっと待って、シャンパンコール。最後にシャンパンコールあるんで、お願い、巻きお願いします。承知いたしました。巻きコール、巻きコール、巻きレジで、巻きレジ。何ですか巻きレジって。それでは一番テーブル、葉山ペティ殿からいただきましたシャンパンポリスボトル、ありがとうございます。それでは今宵は素敵な姫と私の出会いに記念を祝してシャンパンコールさせていただきます。それではいきます。はい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 、ロックオン少女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 。酒は飲んでも飲まれるな、昨日の失敗振り返るな。はい、ロックオン少女、ロックオン少女、今日は来場ありがとう、今宵宴を楽しもう。はい、ロックオン少女、ロックオン少女、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。拍手の仕方やめてください。なんでテンポ遅めなんですか？これあるでしょ、これこれ。リップ白、黒。リップ白。まったく。ありがとうございました。後でかけ直しますね。ちょっと待っててください。2500万ずつ2人に渡す感じで、こっちで両替。ありがとうございます。ご用意は素敵な時間をありがとうございました、姫。ありがとう、六甲少女。あ、陰陽師の阿部の姫です。はい。ありがとうございます、はい、それでは入り口の方まで送らせていただきます。はい、よければあのお姫様抱っこおんぶあるんですか？あ、大丈夫です。それでは行きましょう。姫様お帰りでーす。あの、ごめんなさい。はい、行きまーす。4番テーブルにお願いします。それでは姫、今宵はご来場いただきまして誠にありがとうございました。はい、どうでしたか今日は？あ、楽しかったです。ありがとうございます。コーデさん、エリさん、お時間5分前です。はい、オッケー。それでは帰り道気をつけてください。はい、またのご来場をお待ちしております。はい、さよなら。完璧だな。嘘だろ。あ、そうだ、あれ動いた、あいつ苦手。ロック。あ、すいません、すいません、なんかすいません、すいません。ロック。あれ？クロックさ、ハグしばれ。すごい。あんまや。あれだお前もだろ。あ、間違えた。わざとみどりの。なんで？すいません。なんで俺にも。すいませんみどりだろ。いや姫、今日は楽しんでいただけましたか？まあ、はい、楽しかったです。よかったです。はい、よかったね。それではまた来てください。俺行くぞ黒服。では失礼いたしました。見たことない土下座するホスト。いっぱいするだろホストの土下座。学生時代の部活アルバイトなんてそんなもちろん校庭だからやったことなんてない。すいません、ヘルプで入らせていただきます。陰陽師の阿部の姫です。失礼いたします。
ゆめ、この子ね、はい、すごい子だよ。そうなんですか。お金がないのに一生懸命おにぎりを持参してね、ボトルをたくさん入れてくれたの。ロコンテーブル、アナヤ。お名前、ゆめのお名前はみぶこです。みぶこちゃん、ありがとうございます。今日は来てくれて。1時間目、体育、2時間目、国語とか、そういうのの、この校庭のところは全部今日はいっぱい楽しもうね。そういうのもなくて、1日の予定は全部今お金はどれくらいあるのかな。あとご飯いろいろだけあった。ゼロ？でもね、そうだと頑張り次第ではちょっと。だからまあ基本的なまあ礼儀作法だったり、舞踏会でのダンス、でもボトル入れてくれたらにぶこちゃんに素敵なプレゼントとシャンパンコーラしてみたいな。世間一般の常識だったりはな、そこで教わっていた。シャンパンコーラすごいよ。リコは逆に何してたんだ。見た方がいい。うん、5000万だけど大丈夫。糖質は済みっと言いました。やる。もう、ありがとうございます。って感じでいいじゃん。ねえ、にぶこちゃんすごい肌綺麗だね。リコが背負えるんだから。これ化粧してないの。一緒についてきて。化粧してないの。どうしてないの。すごいね。次行こうぜ。隙間とかを拭かなきゃいけないから、空拭きとかして。それで全部のキートップを外して、すいません、付け直したら姫から離れたくないもので。そう、それで、じゃあスペシャルガチャからお渡しいたしますね。寝て起きたんだよ。あ、これ使っちゃった、間違えた、ごめんなさい。するはずもなく板代わりに引き4ないまま。しかもやっぱり母音の愛がないんだよ。出ました、スペシャルガチャ D の10、最近のハイライト。時間の方が来ちゃいました。はい、最近のハイライトは姫に会えたこと。もう亡くなって4個あげて、もう落ち込んでたんだけど、その翌日に、まあ、外に普通に仕事で。じゃあ二部姫にこちらどうぞ。玄関のクソだから、これが私の一家に代々伝わる特別な香水です。これ使うと消えちゃうんでね、大事に持っていてください。持ってるだけでね、もちろんです、魔除けの効果があるので。必ず見つけてみせる、このワンピース。そして最後にこの3ピース、必ず見つけてみせる。これは、5番テーブル、にぶこ姫にご指名いただきました、ありがとうございます。素敵な王子の恵比寿、そして黎明からシャンパコールをお届けさせていただきたいと思います。それでは参りましょう、にぶこ姫にお送りするシャンパンコールいきます。はい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 、ロッコン少女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 、酒は飲んでも飲まれるな、昨日の失敗振り返るな、ロックン少女、ロックン少女、ゴーは来場ありがとう、今宵は宴を楽しもう、はい、ロックン少女、ロックン少女。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとう、にぶ姫、ロックン少女、ありがとうございます。ありがとう、楽しんでいただけましたか。楽しかった。ああ、よかった。もうボトル頼んでよかったよ。そしたら、お体失礼いたしますよ。でも皇帝が、おい、レイメン、俺の姫だぞ。まったく、早いもん勝ちですよ、ヘビス殿。レイメン君、ありがとう。ご案内させていただきます。皇帝、指名がまずい。ヘビス君だけちょっと、行ってもいいかも。ちょっと抜けてもいいかも。ヘビス殿の対応で大丈夫。ヘビス殿、あとは任せてましたよ。ありがとうね。ありがとうね。まったく。あなたは本当に素敵な方だ。重くないですか、大丈夫ですか。もちろんですよ、軽すぎて驚きました。はい、ありがとうございました。待ってください、でっかく取るなら5番は空いてる。元気注入、これありがとう、元気めっちゃもらった。これで案内しに行って頑張ってくださいね。もうね、案内はできるよ。お金もない中来ていただきありがとうございました。いやいや大丈夫、もうレイメイ君ベビスのためなら大丈夫だから。ありがとうございます。ありがとう。それでは帰り道気をつけてくださいね。5番ね、お気をつけて。5番、本当にあいつやばいな。髪型がなんかバブリーな感じですね。もう3位じゃない？え、何ですか？あ、所持チップ。もう3位か。所持チップが18000万。じゃ横並びが本当多いんだ。3位が。はい、10億8000万ですね。ありがとう、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとうな。おー、はい、誰ですか。聞いてなかった。前、出てない。え、順位発表では3位、私。
そう、めっちゃ3位だって。やったー、俺らの会話3秒遅れてるやね。次、1位。あ、もう1位。私2位だ。でも1位、2人よ。2人なんだけど。2人いるんだ。1位はね、確かに。天草と CPU。おー、いや、納得。すげー。まあまあね、まあね。頑張ってましたもん、めっちゃ。CPU の控えで合わなかったもん。頑張ったからいいんです。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。よし、ありがとうございます。ありがとうありがとうだ。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様。お疲れ様でした皆さん。ありがとうね。